OK の昆布おにぎり買ってみた。価格は、税別50円。味とブリューの比較です。炭水化物は 31.0g と OK のおにぎりの中では、ほとんどが 29g 前後ですので昆布はやや多め。食べた感想、具は昆布がきちんと入っている。 梅おにぎりがグリューが少なかったことから昆布も少ないのかと思ってしまったのですがそんなことはなかった。OK のおにぎりの中で、梅おにぎりと梅おかかだけがグリューが極端に少ない感じがする。味は一般的な昆布の佃煮のようなもの。白ごまがかすかに入っている。癖は特になく一般的な味付け昆布。 オーケーの50円おにぎりの中で最も具の味がしっかりわかるおにぎりと言える。栄養価で145キロカロリーと平均的な値ですが、昆布が甘めの味付けだから炭水化物が31.0グラムと OK のおにぎりでは多めの値だろう。コンビニおにぎりだと糖質35グラム前後からなのでこれでも低い方ですけど、 2度目も試してみましたが、50円おにぎりでは具の満足度は昆布が最も優秀です。